今僕が離陸する前にはですね、その周りにはテレビ朝日、日テレ、NHK、その他報道機関のヘリコプターが存在していますけれども、まだどこも飛び立っていません。フジテレビも飛び立っていません。まずこの市民報道メディアが、現場に最初に到着する感じですね。音も OK です。山田さん音 OK です。 ありがとうございます。じゃあこれぐらいの感覚で、はい、スタートしました。バーアウト、はい、スタートしました。間もなく離陸です。僕たちのヘリコプターの周りには NHK、テレビ朝日、日テレ、フジテレビの各社のヘリコプターが今存在してますけれども、まだ1機も飛び立っていない状況です。スタンバイしているのはテレ朝だけですかね。そうですね、上の主翼が回っているのはテレビ朝日だけです。まもなく調整終わり次第こちらも現場に急行します。はい、カメラ OK です。OK です。OK です。立ちました。東京でヘリコプターに乗るのは初めてです。ヘリコプターにはですね、いろんなルールがあるらしいです。その一つは、報道のヘリが近づいてきた場合には報道のヘリコプターのルールに乗らなきゃいけないということですね。同じように右旋回をして取材できるコースというものが決められてしまいます。もうすでに新聞社のヘリコプターが現場に急行していれば、僕たちはその報道のヘリのルールに従って、取材をするしかなくなってしまいます。すごいですね、東京ヘリポート。正面には風力発電があったんですね。風車が見えます。滑走路を抜け出して今大きく空に飛び立ちました。右手に見えるのは葛西臨海公園でしょうか。空から見る東京、初めての体験です。そして空から見る抗議行動、これも初めての体験です。臨海地域の景色というのはまだ日が高いうちはそんなに美しいと言えるものではないですね。会社や工場が立ち並んでいます。すごいな。東京ヘリポートを出た我々のヘリコプターは今、
大きなビル群に向かって飛んでいってます。おそらく、右手に見えるのが東京タワーですね。ちょうど太陽の右斜め下あたりに見えます。品川、芝浦、そして銀座、この辺りにある大きな巨大ビル群を今抜けて首相官邸前を目指します。6月29日、今日の天気予報は長期予報では雨でした。でもどうでしょうか、たくさんの参加者たちの祈りが通じてこんなに晴れ上がってしまいました。このヘリコプターの左側からは海、ホタル、そしてその向こうの房総半島が見えます。木更津方面がきれいに見えます。すごいですね、正面すごくきれいです。沈んでいく太陽がですね、水面に反射して光の道のようになっています。こんな景色だったんですね。晴海ふ頭まもなく通過します。空から見る東京、見た目には本当にわからないですけれども、一体どれぐらいの汚染度なんでしょうか。その汚染の実態というものもはっきりとしないまま、そして福島の事故の原因も究明されないまま、そしてその原発震災のフォローもされないまま、着々と大井原発は再稼働されようとしています。目に見えないものに脅かされる恐怖、市民はこの戦いに勝利することはできるんでしょうか。浜崎橋ジャンクションのあたりですね、今ちょうど、浜崎橋ジャンクション、そして今、どこや、浜松町上空を今飛んでいます。こうやって見ると意外とヘリポートっていうのはたくさんあるんですね。建物の上にたくさんのヘリポートがあります。そして今正面に見えてきました。正面左側ですね、左側には、ちょうど皇居が見えます。天皇陛下、天皇家の皆さんがお住まいになっている皇居が見えてまいりました。この皇居も今回の福島第一原発の事故によって放射性物質に汚染されている恐れがあります。すごいな、今日比谷公園上空を飛んでいます。なるほど、銀座をあっという間に抜けました。銀座を右手に見ながら、芝方面から入り、そして今日比谷上空です。国会議事堂が見えてきました。こうやって見るとちっちゃいですね。地に足をつけてみるとかなり小さく見えますけれども、いや、地に足をつけてみるとかなり威圧的な建物というか、なんか権力が集まってそうな建物に見えますが、上空から見ればすごく小さな建物です。すごいですね、ちょうど今国会を抜けました。国会上空です。すでにいますか。すいません、首相官邸前です。首相官邸上空です。ただいま、見えますね、人が。首相官邸の前に人がいます。現在首相官邸上空を飛んでいます。この中に現在の今日本を破滅に追い込もうとしている野田首相がいるはずです。すごい人です。今びっくりした。首相官邸を過ぎて今財務省上に向かって飛ぼうとしています。ちょうど霞ヶ関ビルの近所から、首相官邸方面に向かって今飛ぼうとしているんですけれども、ちょうどその隙間から、すごい感動的や、たくさんの人が今首相官邸前集まっています。首相官邸前から財務省坂上、財務省の上のところですね、この縦のラインを並ぶような形でたくさんの人たちが
足を運んでくれています。おそらく大きな声でシュプレヒコールを上げていることでしょう。そして今回今までとは違うと思えるところは、向かい側の歩道にまで人がたくさん溢れているということです。首相官邸前自体を首相官邸自体を取り囲んでいるわけではないんですね。首相官邸前道路を挟んで前側に国会記者会館などがあります。すごい人です。首相官邸の前を取り囲んでいるような状況です。ちょうど今これは国会記者会館の付近でしょうか。たくさんの人たちです。そして今回はかなりの警察車両が出ています。たくさんの人々を、人々がたくさん集まっているという様子を、伝えにくくするためにも警察車両、バスのようなものが、ブロックするのに一役買っています。これはすごいです。うわすごい。霞が関から高速に沿って先週僕来ましたけれども、ここまでこの時間ここまで人は溢れていなかった。すごい感動的や。これは首相前官邸前抗議行動の特徴としては、時間が遅くなれば遅くなるほど人がどんどん集まってくるということです。まだこの日の高いうち6時になったばかりの時ではまだ人は全開ではありません。間違いなく前回を大きく上回るぐらいの人数が今集結しています。みんなありがとう。一人一人の市民が意識を持って意思を持ってこの場所に集まってくれています。ツイッターやインターネットというギアを使って、そして口コミでみんなこの場所に集まりました。すごいです。前回とは比にならないぐらい人が溢れ返っています。歩道は人が溢れてしまって、少し車道に一車線潰すような形で、人をそちらに逃がしている様子です。サイドからの狙いがいけたらいいなと思います。すいません、ちょっと胸がいっぱいになって、警察車両との歩道との間ね。そうですね。はい、ちなみに上空は飛行禁止でしたよね。わかりました。残念ながら国会上空を飛ぶことはできません。ちなみにこの衆議院の参議院の委員会館あたりは飛べますか。ちなみにもうちょっと上空を飛んでいくことができますかね。侵入していきながらというのは、こっち側の人をゆっくりと映せるのはこの上空なのかと思います。右回り。なるほど。今現在、ヘリコプターで上空から撮影をしているのは新聞社3局、そしてテレビ局でも6局今集結しているらしいです。絵はあります。すでにもうこの皆さんが集まっている事実は報道のカメラマンには収められているはずです。これが報道されるかどうか、この何十万人という人々が集まらなければ報道されないのか、今そういう岐路に立っているところだと思います。逆に言えばこの集まった人々が報道機関の姿勢を変えさせたと言っても過言ではないと思います。議員会館と議事堂の間にはいませんでした。あ、はい、先ほどの、首相官邸の上から、財務省 のちょうどこの坂ですね。このアプローチを一番きれいに人々が多いのが、人々がたくさん集まっているのを見えるのは多分ここら辺からのこういうアプローチなのかなと。はい、それはもう取ってあります。この一列一気に行けましたか。これここですね。今現在こう取ってるここの一気です。これです。すごい人です。前回前々回とは全く比べ物にならないぐらいの人々が集まっています。多少街路樹があるので、あ、そのまま坂下まで舐めていってください。そうです。でここから右にこの人はいませんので右に曲がってます。これがすごいです。ここ
前回になかったのが、ここは前回3列ほどの人々でしたが、歩道いっぱいに人が溢れています。とにかく前回とは全く比にならないほど人が集まっていると思います。10万人は行ったんではないかと、前回が4万5000人であるならば、今回は10万人はもうすでに集まっているような空気さえ漂っています。とにかくすごい人です。一人一人の意思で集まっています。誰かに動員をかけられたわけではなく、この再稼働という最悪の結果、再稼働容認、そして7月1日には再稼働をさせようというこの悪意、人々の生活を守らないというこの国の態度、政府の態度に怒りを感じた人々がたくさん集まっています。国会記者クラブの真ん前で行われているこの抗議行動、一体明日はどれぐらいの記者がこの真実を伝えるんでしょうか。今度は逆サイドを眺めていっていただけると、すごい人、もう身動きがおそらく取れない状況です。警察の方々が警備に当たっています。人を通行できるようにと警備に当たっています。ご苦労様です。これはまだ明るい時間帯です。今6時15分ですね、ちょうど。これからどんどんと人が集まってくることと思います。おそらく、今日の抗議行動が終わる時間帯には両方の歩道が埋め尽くされというような状況になっていると予想されます。一部の利権を守るためにこの再稼働を決定した野田首相が住まう首相官邸です。ここにはヘリポートが存在します。できることならここに着陸し、野田総理に直接物を言いたい。でもそういうわけにいかないんですよね。だからこそみんなこの周辺に集まり声を上げようと決意した。始まった時には40人50人という規模だったらしいです。それが日を追うごとに、周回を重ねるごとに人がたくさん集まるようになった。そして1万1000人を超え4万5000人になり、そして今回10万人を目指し、たくさんの人々がこの首相官邸前に集結しています。
空から見た東京は一見何事もなかったかのようです。でもこの国が破滅へ向かっているのは確かです。この破滅のシナリオを変えられるのは市民一人一人が立つしかない。そのことに気づいたたくさんの市民たちが今首相官邸前に足を運んでいます。首相官邸前は規則により18時から20時までの抗議行動が認められています。この首相官邸前抗議の特徴としては終わりに近づくほど人が増えていくということです。要は会社帰りの皆さんが足を運んできているということです。一サラリーマンであり、そして母親であり、そして孫を持つおじいちゃんでありおばあちゃんであり、高校生、中学生、フリーター、一俳優、いろんな人々がこの場所に集結しています。この声が聞こえないなら、この声が届かないなら、この国のリーダーから降りるべきじゃないでしょうか。この声を政策につなげられないなら、この国の未来を守れないなら、もう政治家なんてやめるべきじゃないでしょうか。数少ない心ある政治家は本日この官邸前抗議デモに一緒に参加してくれています。ちょうどこれ財務省上ですね。財務省上から思いに原発はいらない、再稼働反対、野田首相はすぐに解散をしろというようなプラカードをそれぞれに持っていることと思います。左線に見ながら、もう一度首相官邸前、このアプローチ、官邸前から首相方現在首相官邸前から警視庁方向にカメラは追っています。この日の高い早い段階でこれだけの人々が埋め尽くしています。みんなありがとう。自分の命だけでなく周りにいる大切な人々の命も守ろうとしているのはこれを見れば分かります。
先日野田首相はこの官邸前のデモについて、抗議行動について、その存在は知っている、そしてみんなの上げている声も聞こえていると言っていました。本当に届いているんでしょうか。聞こえているのであれば、今推し進めようとしている再稼働、大至急やめるべきじゃないでしょうか。原発を再稼働させて、原発を動かして得をするのは一体誰なのか、もう明白です。ここに集まった人々は、多少不便でも健康に生きていたいと、そう声を上げる人々です。現に今現在、原子力発電所は一基も稼働していません。原発ゼロで我々はやっていけているんです。原発がなければ電力は足りなくなる。原子力村による電力ないない詐欺、その嘘はもう明白です。夏場の電力自給、そんな言葉も聞こえてきますが、原発を動かす以外のあらゆることにトライをしたんでしょうか。そして今、原発が稼働される前の今の段階で、大井原発は不具合がたくさん見つかっています。すごいです。道路を渡った先にも人々が集結しています。この声を無視するんでしょうか。この声を野田政権は無視をするのか。この声をマスコミは封殺するのか。明らかにこれだけの一般市民が集って再稼働について異を唱えているわけです。このことがどうしてもっとたくさんのテレビや新聞で報道されないのか。首相官邸前に何万人単位で人々が抗議をするという事実が伝えられない世の中っていうのはまともなんでしょうか。でもその現実は今少しずつ変わろうとしています。この首相官邸上空を飛ぶヘリコプターの数は今9機以上です。それぞれ報道各社がヘリコプターを出しているものと思われます。市民が声を上げてプレッシャーをかけた結果、報道はとりあえず今回のこの事実を捉えなければならない、そこまで市民が追い込んだんです。あとはこれを流せるのか、そして流せたとしてもどれぐらいの時間を割いてこれをニュースにできるのかということです。どこのメディアでしょうか。しっかりと撮ってくれよ。そしてしっかりと流してほしいものです。おそらく各メディアには気概のある人々がいるんだと思います。書いた記事を載せられなかったっていう現実もあるんだと思います。でもそれぞれの立場においてそれぞれが戦いを続けない限りはこの現状は打破できません。どうか報道機関の皆さん、戦ってください。それぞれの立場で少しでもこの市民の声がたくさんの人々に伝わるように。この早い段階でこの霞が関の坂の下に人が集結し始めるというのはすごいことです。まだ少し余裕はあるようですが、これから時間が経つごとに人が集まってくると思われます。
ごい。この向かい側の歩道がこれだけ人にあふれた状態を僕は初めて見ました。しかもこれは財務省坂上ですかね。そうですね、財務省上ですね。ここはこれだけの人がこの時間帯に集まっているというのはすごいことです。そして駅から出た人々も上は人が溢れすぎているので下の方に回されている模様です。駅から降りた方々は首相官邸前に直接行けず、財務省上の方に人が流されている様子です。すごいな。もうすでにこの時間車線が、開放され、1車線のみ通行可能という形になっています。これは初めてのことじゃないでしょうか。今までデモを開催中、抗議行動を開催中は、1車線のみを、開放されることはありましたが、今車線によっては3車線開放されている。失礼しました、2車線でした。2車線すでに開放されています。すごいです。これも初めてのことじゃないでしょうか。日を追うごとに、回数を重ねるごとに、この市民の集結はどんどん広がっていっています。警察車両がブロックをしている状況ですね。こちら側には人が立たないように、立てないように視界をブロックしている様子です。今まで流れなかった方向に人を流しているようです。首相官邸前にたくさんの人々が集まっているというこの様子は不都合な真実なんでしょうか。そうでなければ反対車線側の歩道も開放されてもおかしくはないはずです。今まで霞が関、財務省上またいでの、歩道、これだけ人が集まっているのを見たことがありません。申し訳ないです。
相官邸前でも直接首相に物申したいということで始まったわけですけれども、始まった当初主催者の人たちはこれぐらい大きなうねりになるということを分かっていたんでしょうか。こんなに市民の力が集結するということに、おそらく主催をしている人々でさえもびっくりしていることと思います。再稼働が決定してしまいましたが、市民は怒っているんだと、市民は怒っているんだということをやはり世界中に知ってもらう必要があると思うんです。今そうして集まった人々が首相官邸前に足を運んでいます。そしてその先の神宮球場では首相官邸前よりも少し少ないぐらいの人々が野球観戦を楽しんでいます。この神宮球場に集まった人々よりもおそらく人数は多いと思われます。おばあちゃん、お父さん、お母さん、子供たち、そしてたくさんの若者、誰に来いって言われたわけでもないです。みんなが自分の思いを伝えたくてここに集まりました。金曜日の夕方、それぞれが自由に自分の時間を使いたいはずです。でも今物を申さなきゃいけない事実が目の前にあるんですね。これからどんどん人が集まってくる模様です。仕事終わりの方々がこれからここに集結するものと思われます。たくさんの市民の声は首相官邸に届いているはずです。野田首相、今この場に出てきて本当に原発が必要だというのであれば市民に説明をするべきです。あなたが守ろうとしているのは国民の生活ではなく、あなたやあなたの周りの少しのものの利益でしかない、そう訴えるたくさんの市民が首相官邸前に集結しています。
年度まで収録してます。